もどうも、 MTG の新パックが出たのでひたすらドラフトシミュレータ練習してる花宮ネクです。今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回、人間への復讐のために世界に大災害をもたらそうとするガチ危険人物の貧乏神を倒したところでしたが、力が平等になった感覚はあんまりなかったよ。こっちは 500HP でよだめ100なのに、そっちは 3800HP でよだめ300じゃんね。軍隊生物だったのかお前ら。そうか、リンボッターで連絡取り合ってるんだお前ら。もう現実世界にツイッターはないというのに、時間の移ろいを感じます。思えば馬娘の馬ッターみたいにいろんなとこでパロディされてきたけど、そのネタ元が名前変えちゃったとなるとな、今後はわからない人も出てくるんだろうな。ど、わはは、ちゃうねん。船に乗って北に本体ね。了解。場所もやることも全部教えてくれるじゃん。情報リテラシーのかけらもないな。
界最強の武器の使いどころさんじゃない。ダンガン君たちには悪いけどさ、世界の危機だからさ。バトルフィールドは海か。信徒たちの話すことも多分変わってないっぽいし、すぐ向かいましょう。の前にパーティー変更。氷が弱点だったので悪魔コンビは確定で、忍さんとローズマリーの薬剤コンビも連れていくか。今思うと水上戦だから渦潮姉ちゃんを連れてくべきだったね。毎回忘れちゃうわ。で、メロン浅瀬に来ましたが、めっちゃ可愛い歩行グラがふよふよしてますね。このぐらいのデフォルメがわしゃ大好きでの、いいものだ。うわー怖い。私、こういう拡大してジャギジャギになったグラフィック怖い。なぜか恐怖を感じる。またレベル1にしてきたら困るが、まあ適当に殴ろうぜ。干ばつ寒天の竜炎3体、超確率麻痺。うおー5万ダメージ食らってるんだが、さすがにこれは負けイベントか。2億頭の死のウイルス、超確率毒、疫病、即死。やっぱ状態異常も使いこなすんだな。ふむふむ。行動パターンは見ておこう。慟哭カトリーナくらい全体化で沈黙。今までは干ばつとウイルスで理解できたが、カトリーナくらいは何？元ネタの災害がわからん。カブラの冬の嵐、全体氷、超確率睡眠。寒冷気も起こせるの？何でもできるやん。サイカのメイルシトロム、全体水、超確率混乱。いよいよ津波だ。流された。ああ、イベントが進んだ。負けイベントでよかったっす。ちなみに無理やり倒したらイベントスキップできるみたいっすね。マリオンスロット運ゲーでぶっ飛ばすのが楽とか、私はそこまでしないぜ。運ゲーが面倒なので。こうやって調子に乗りまくるから前も封印されたんやろな。じゃあ持ち帰って対策させていただきますんで。はい、お疲れ様です。この化け物に負けても影響力下がるの？理不尽な。でもまあ庇護してる代わりに金をもらってるんだから仕方ないか。ゴジラにボコられて叩かれる自衛隊ポジションは辛いね。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。